泉チャンネル。皆さんこんにちは、泉チャンネルです。所沢市長選挙、嬉しかったですね。57,272票という形で、小野塚さん、見事当選となりました。にあの、所沢市民の皆さんはじめ、また全国からもですね、いろんな応援もいただきました。感謝申し上げます。ありがとうございました。まあ今日はあの少し所沢市長選挙を振り返ってみたいと思います。実はですね、いわゆる私が所沢市長選に関わるという形を表明したのは9月に入ってからですが、実はもっと前の6月ぐらいから小野塚さんの方から連絡があり、何度もお会いをしてきました。私自身も所沢市内を案内いただきながら、所沢市の課題とか所沢市民の声などもですね、事前にいろいろと確認する中で、私の中で、あ、これはいけると、小野塚さんという人の可能性と所沢という町の可能性、この人の可能性と町の可能性を確認しましたので、私の中ではこれはこの市長選挙は当選できるということは確信していました。まあ少しスケジューリングを逆算しながらですね、検討しながら、私としての戦略というか考えは、現職に立候補先してもらう方がいいという考えで、3期12年市長をしながら、まあ、つまり私と同じ12年間市長をしているわけですが、若し市長の場合には、子供のことや様々なこと、まあ、それこそ中核市に移行し、保健所も設置して、コロナの時もしっかり対応させていただきましたので、ある意味同じ12年間、子供のことをしてきたかしてこなかったか、中核市に移行し、保健所を作ったか作らなかったかなどなどですね、まあ、そこはもうある意味、違いがありますので、現職がさらに4期目ということであれば、いやそれは待ったと、多くの所沢市民もちょっと待ってと思うというふうに私は理解しましたので、現職が立候補すればですね、後に追っかけて出れば、当選できるというのが私自身の、まあ、一応受け止めでした。なので9月13日に、小野塚さんと2人で、所沢市役所で記者会見、いわゆる立候補表明をしましたけど、まあ、私の中では9月13日の時点でもう選挙の当選は見えていた話で、あとはどれだけ差をつけられるかであって、負ける可能性はゼロだと思っていましたので、まあ、こういう形で伝えですよ。選挙というのは偶然ではありませんので、ちゃんとその勝利に向けて逆算してスケジュールを組み、戦略を組み、構図を作り、そういった全体の中で成り立つものですから、選挙は偶然ではなくて、ちゃんと準備をして、しっかりと、市民有権者の心を、掴むというのか、まあ、そこに共感を得られるという形をすればですね、当選は見えてきますので、まあ、そういう感じでした。結果において、所沢市長選挙については、私自身は9月13日を含めて3回事前に所沢入りして街頭演説会などを行い、選挙1週間でしたけど、10月15日から10月21日の7日間の間も、初日と中日と最終日、3回所沢に入りまして、各駅等で街頭演説させていただきました。そして最後、当選を確認すべく、私としても一緒に、喜び合ったというのが10月22日になります。やっぱり今回は勝因は何かと言われますと、やっぱり何といってもそれはですね、所沢市民の気持ちだと思います。所沢市民がもっといい街なのにという気持ちの中で、もっといい所沢をという形で、まあ言葉あれですけど、所沢市民が目覚めたということであります。実際上投票率も、所沢の場合には大変低い投票率で推移していまして、前回も 31% 台の大変極めて低い投票率でしたが、今回は 38%、 7% ほどですね、投票率が跳ね上がったと。あれすごいことで、投票率が上がるといっても 1%、 2% 上がるだけでも投票率が上がったということですから、 7% 近く上がるということは、もう明らかに所沢市民が眠っていた所沢市民が目覚めたということであって、この目覚めたまさに所沢市民の気持ちが今回の得票に現れた、大差となっての、まあ、当選、1万6000票近い、差となりましたが、そこはまさに所沢市民が目覚めたからだと思っています。まあ、小野塚さん、早速ですね、もう市長に就任後、矢継ぎ早にですね、中学生の移行であるとか、子供施策であるとか、次々やっていくというふうに本人も言っておりますし、私としても見守っていきたいと思っています。まあ、今日はですね、所沢市長選挙について少し振り返りをさせていただきました。まあ、いずれにしましても多くの皆さん、ご声援本当にありがとうございました。泉チャンネル。質問です。はい。
実際に街に駆けつけてみて、はい、まあ、印象的だったところで、あの街の人々の声とか、はい、気持ちとか、そういったものありましたか？あ、そうですね、街頭演説、何度も私も結局、事前に3回と本番3回、6回街頭演しましたけど、もう行く度ごとに反応がどんどん良くなっていったという形です。私からすると街頭演説を見ると勝てるかどうかどれぐらいの差が大体わかります。コアなですね、あの熱烈的な方もありがたいんですけど、そうではなくて、たまたま通りかかった方が足を止めるかどうか、一瞬振り返ってすぐ立ち去るのか、少しの間聞くのか、最後まで聞き続けるかのあたりなんですね。で、駅のホームの方も、まあ、ある意味、いきなり声がしてきてびっくりするわけですけど、そのホームの方がちゃんとこっちを向いて話を聞いてるかどうか、このあたりが大変重要で、その率がどんどん広がっていってるのを感じましたので、まあ、明らかに所沢市民の意識が高まっていってるのを感じましたので、まあ、大差で勝つという自信はもうありました。もう一つ、構図のところで報道されているような、はい、まあ、泉房穂応援の新人が自公推薦現職破るではなくて、まあ、市民が応援した政党丸がかりの現職を破るみたいなところあるんですけども、うん、そこの、まあ、実際の報道とのズレ、報道とのズレだったり自分の思いっていうのはありますか？うん、そうですね、まあ、今回の争点はずっと私も言ってきたのは大きく2つで、どっちを向いて政治をするか、市民の方を向いて政治をするのか、組織、政党や特定の団体の方を向くのかってあたりの違いですから、まあ、市民の方を向けばですね、多くの市民は自分たちの方を向いているのはどっちかという観点で選びます。でもう一つは本気度ですね。やっぱり12年間の現職ですから、その12年間が問われるべきであって、急遽12年特に何もしていかなかったものがですね、急遽選挙が近づいたからといってあれをしますこれをしますと言っても、だったら12年間でやっていけばよかったわけであって、そこをまあ やってこなかった現職と、もうすぐにやると言ってる新人ですので、まあ、そこの構図だと思いますね。で、まあ、どうしてもマスコミは、まあ、どうしてもこう右や左やこういうふうな分け方をよく しがちですけど、まあ、それよりもむしろ市長選の場合は特にですね、やっぱりこう身近な方がどっちかとか、どっちが町に本気かとか、どっちが市民にことを考えているかというあたりがポイントだと思っています。もう一つ、泉さんも実際1期目、市長1期目はすごい、はい、逆風ばかりで、はい、できることもできなかったということなんですけども、はい、まあ、それを所沢でももしかしたら目の当たりにするというか、はい、期待してるけども実は変わらないみたいなとこあると思うんですけども、うん、まあ、我慢強く待ってほしいとか、そういった周りの皆さんへのメッセージというのはありますか？まあ、あまり私がどうこう言うのがどうかと思うんですけど、まあ、実際上は、簡単なもんではなくて、市民に選ばれて市長という立場に立てば一定権限は本当はあるんですけど、まあ、長らく続いてきた市役所文化とか市議会の方々のお考えもありますので、まあ、市長を当選したからといって市の職員がみんながみんな、市長の方向性に沿ってというわけにもいきませんし、市議会の市議会としての違う立場もあるでしょうから、まあ、最初のうちはかなり、大変かなと思いますけど、まあ、それでもちゃんと市民の方向いて市民のための姿勢をやっていけば、いずれそのあたりは市役所職員も市民のために頑張ろうと、市議会もそのためであればちゃんと予算は賛成すると変わると思いますので、まあ、ポイントは市長が、まあ、しんどくてもちゃんと市民の方向くことをちゃんと続けるということが最大のポイントだと思います。最後に所沢の街、実際行ってみていろんな空気を感じたと思うんですが、街そのもの、あ、いい街ですよ、はい、私ね、まあ、こんなことでまだあれやけど、私も所沢に何回も入っていくうちにだんだん半分所沢市民の気持ちになってしまってですね、いやこの街いい街やなと、本当に所沢はもう新宿池袋にすぐ行けて、で、まあ、大学もあるし大きな企業もある、西武の本社もある、プロ野球の球場もいる、ある、しかもトトロのふるさとですし、もうね、大きな出版社の拠点もあるし、まあ、文化もスポーツも盛んですし、まあ、そういう意味で本当に宝物がいっぱいある街ですから、まあ、それをこれから生かしてもらったらと思っていますので、所沢に期待しています。頑張れ所沢チャンネル登録よろしくお願いします。